ドリームワークスアニメーション、ドリームワークスアニメーション SKG、ドリームワークスアニメ SKG、インク、ナスダックは、アメリカ合衆国の映画会社、アニメーション制作会社である。1994年10月12日、映画監督で、プロデューサーのスティーブン・スピルバーグ、ミュージック・デグゼクティブのデビッド・ゲフィン、元ディズニー幹部のジェフリー・カッツェンバーグの3社よって、ドリームワークス SKG が設立された。この新たなスタジオには、スピルバーグのアニメーションスタジオであるから、多くの作家を招集している。彼らは、同社の最後の作品が完了した1995年に入社を始め、残りは閉鎖した1997年に来た。1995年、ドリームワークスはと共同制作契約を結んだ。この新たなユニットは、1998年のアンツを皮切りにコンピュータアニメーションの長編映画を手掛けるようになった。また同年、ドリームワークス SKG は CG 技術と伝統的なアニメーション技法を用いたプリンス・オブ・エジプトを制作した。1997年、ドリームワークスはイギリスのストップモーションアニメーションスタジオであるアードマンアニメーションズと提携し、チキンランを共同制作、配給することとなった。2年後、さらに4本の映画のために契約を延長した。アードマン制作の2本目は、ウォレスとグルミット野菜畑で大ピンチである。2000年、ドリームワークス SKG は定期的に長編アニメ映画を制作するために新部門のドリームワークスアニメーション、ドリームワークスアニメ、デュアを設立した。翌年、シュレックが公開され、史上初のアカデミー賞長編アニメ映画賞、受賞作となった。CG アニメーション映画の成功により、デュアは手書きアニメーション事業の終了を決定した。シュレック2以降、アードマン作品以外はすべて CG 制作となっている。2004年、シュレック2とシャークテールを公開したことにより、史上初めて同じ年に2本のCG アニメーション映画を公開したスタジオとなった。アニメーション部門は、カッツェンバーグ率いるドリームワークス、アニメーション SKG、ドリームワークスアニメ SKG、インクという名の株式会社として2004年10月27日に分社、上場された。デュアはまた、プディ、ドリームワークスの株も継承している。彼らはまた、2010年12月12日まで12本の新作映画を提供、配給する契約を元の親会社と契約している。2006年1月31日、デュアは元親会社で配給パートナーであるドリームワークス SKG を買収したパラマウント映画との流通契約を締結した。この契約は新作アニメーション映画が13本公開するか2012年12月31日になるまではパラマウントが世界配給権を得るというものである。アードマンとの提携は当初5本契約していたうちの3本目であるマウスタウンロディトリタの大冒険が2006年11月に公開された後に終了した。同作の公開前の10月3日、創造性の違いという理由とともに契約解除が発表された。2007年3月13日、デュアはモンスター vs エイリアン2009年以降のすべての作品を立体 3D 映画として公開すると発表した。デュアはインテルと共同で新たな 3D 映画制作技術であるを開発した。2011年、長らく配給の契約を結んできたパラマウントが自身のアニメーション制作部門であるを設立するため、ドリームワークス作品の配給を終了すると発表した。翌年ドリームワークスは新たに20世紀フォックスと契約を結び、2013年、クルードさんちの初めての冒険から20世紀フォックスの配給が始まった。2012年11月に全米公開したガーディアンズ伝説の勇者たちの全米興行収入が期待外れに終わったことで株価が急落。ラザードキャピタルマーケッツのアナリストであるバートン・クロケットはドリームワークスアニメーションが9600万ドルの損害を被ると予測し、最終的に8700万ドルの赤字を被ることになったという。それにより、2013年にはアニメーション制作スタッフを2200人中、最大で500人を解雇するリストラを予定していると報じられた。2013年末までに350人を解雇し、次世代ツールの導入で生産効率をアップさせる予定だという。日本では2012年にマダガスカル3が劇場公開されたのを最後に、ガーディアンズ伝説の勇者たちから6作連続で劇場未公開が続いた。2010年代以降、20世紀フォックスの日本支社はアニメ映画の上映に消極的な傾向があり、各作品の人気や評価に関係なく、全世界の中で日本のみがビデオスルーとなることが多く、ドリームワークス作品も例外ではなかった。中でも、ヒックとドラゴンには、多くの映画賞を受賞し、日本でもファンによる署名活動など公開を求める声が多く寄せられたが、最終的には全国各地での無料イベント上映に止まった。しかし、2015年にマダガスカルシリーズの最新作であるペンギンズ・フロム・マダガスカル・ザ・ムービーが限定的に劇場公開された。その後、2016年のカンフーパンダ3も当初は、一般劇場公開が予定され、日本向けの劇場予告も制作されていたが、後にネットフリックスでの配信に変更され、ソフト化も未定となっていたが、2017年8月26日にビデオスルーで発売された。2016年4月28日、米ケーブル大手コムキャストは、ドリームワークスアニメーションを約38億ドルで買収すると発表し、ユニバーサルグループの傘下に加わることになった。同年5月10日、カッツェンバーグ CEO に支払われる退職金が2200万ドル、筆頭株主であるため持ち株に対する支払いが3億9600万ドルに到達する見込みだと報じられた。ジェフリー・カッツェンバーグは、ディズニーは子供と大人の中にある子供心に向けて映画を作るが、ドリームワークスは、フライジャースタジオのような大人と子供の中にある大人心に向けて映画を作ると語っており、中には残虐な描写や皮肉的な内容を含んだ作品も多く存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。